皆さん、こんにちは、こんばんは。コロコロチャンネル長岡麺です。ゲーム TV の開始に行けです。イエーイ。もう僕はもう これを使いますよ、こいつを。これは超次元。超次元、なんかめっちゃ揃ってますね。いっぱい光ったから使って。大人の力で。大人の力を見せてやろう。なるほど。さあさあ、負けたくない、絶対負けたくない。さっき菅原さんがね、僕のこうデッキにおシャッフルするときに、うん、すげえ念を込めてシャッフルされて、実際僕あんまいいカード来なかったんで、今回それを招きます。それを、じゃあ、はい、じゃあ封印を解きますね。すごいいっぱいスペース使うね。すいません、ちょっとじゃじゃ馬なもんね。長岡弁が広く場所を使ってきます。最初はグーじゃんけんぽい。よし、先行取りますよ。いきます。デュエマースタート。さあ、うわー、来た。ターン終了です。来た。本当っすか。ターン終了です。あ、マグダムが見えたぞ。ドロー。禁断メッキのボリュームか。2マナトップギア召喚します。ターン終了。強い。お、2ターン目何もできない。よし、ターンエンド。よし、お、やばいやばい。ドロー。いいカードが全く来ない。ちょっとこっから考えなければいけない。じゃあマナサーチします。はい、トップギアの効果使って3マナザゼットを召喚いたします。お、強い。そしてザゼットで攻撃する。あ、コマンドが出たから封印。失礼しました。封印1枚解きます。それでいいよ。はい、はい、じゃあザゼットがのZ で速攻攻撃します。その時に侵略レッドゾーン Z。 1枚シールドを墓地に置きます。これ置きます。本当にこれいいのね。はい、で、ごめんなさい、これ1枚置きますね。はい、レッドゾーン X が今墓地に行きましたよ。やばい。はい、じゃあダブルブレイクします。はい、そっからです。はいはい、ターン終了です。お、フギアはアタックしない。やばい。おお、負けそうだな。あれ、おやおや、もうおやおや、もう負け、もう勝ち、やばいよ。あ、本当にやばいよ。よし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 。お、あれ、マサラみたいに3ターンキルできるんじゃないですか。これはマジで3ターンキルされちゃうやつ。あれ、されちゃうやつ。3マナ、3マナ、何が出てきますか。風の1号ハムカツマン。お、来た新カード、ハムカツマン。マナを増やす。はいね、スピードアタッカーなんだけども、はい、ここはアタック攻めていきたい。なるほど。じゃあアンタップします。あれ、どう、これはスピードアタッカーなんて、どうじゃあ、なのか。じゃあマナチャージします。トップギアの効果で4マナに、4マナで豪速ザマッハを召喚いたします。お、やばいやばい。コマンド1枚。あ、もう全然やばいんだけど。さあ、もう整いましたね、舞台が。いきますよ。あ、まだ出た時のものですが。あ、ごめんなさい。じゃあ、山札の上から4枚表向きにします。2、3、4。で、進化クリーチャー1枚なんで、じゃあ、ターボ3を手札に加えます。強い。さあさあ、そして、じゃあ、こうしましょう。で、山札の一番下に置きます。うん、はい。いきますか。いいよ。レッドゾーン Z でシールドをダブルブレイク。はい、こっちから。はい、そっちから大丈夫です。はい、うっ、ありがとうございます。ありがとうございます。いきますよ。はい、ザマッハでアタック。ありません。あれ、負けです。やったー、3ターンキル。3ターンキル、された。バサラ、僕バサラです。強い。今の僕はバサラです。ありがとうございます。強すぎる。強すぎる。やったー、皆さん。あー、悔しい。やはり侵略は超強い。ありがとうございます。ゆえまチャンネル登録しろよ。